ジョセフ・トムソンはアフリカ分割において重要な役割を果たしたスコットランドの地質学者、探検家。トムソン・ガゼルやニャーフルルのトムソンの滝は彼にちなんで命名されたものである。科学者というよりも探検家として卓越した存在であり、ポーター同士の争い事や現地の先住民との衝突を避け、先住民を殺したり、 配下の従者を暴力沙汰で失うようなことはしなかった。穏やかに進むものは安全に進み、安全に進むものは遠くまで進むという言葉はトムソンのモットーとして引用されることがよくある。ダンフリーズシャーのペンポントに生まれ、父親が営んでいた石膏や石切り場の事業の途程となった。アマチュアながら地質学と植物学に深い関心を寄せ、エディンバラ大学で正式な教育を受け、 アーチボルドゲーキーやトマス・ヘンリー・ハクスリーの下で学んだ。1878年に大学を卒業すると、トムソンは、王立地理学会がダルエッサラームから、ニアサコとタンガニーカコへのルート探索のために組織した、アレクサンダー・ーキース・ジョンストンが率いる探検隊に、地質学者、博物学者として加わった。この体験業の途中でジョンストンは死亡し、トムソンは、 一行の指揮を取ることとなった。トムソンは14ヶ月に及び3000マイルを踏破したこの遠征を成功に導き多数の標本を持ち帰るとともに多数の観察記録を残した。1883年には王立地理学会が組織したアフリカ東岸からビクトリア湖北岸に至るルートを探索する探検隊に加わった。当時イギリス帝国の商人たちは 敵対する恐れの高いマサイ族や競合関係にあったドイツ帝国の商人たちを避けて通るルートを求めていた。この体験隊は競合したドイツのグスタフ・エ・フィッシャーの探検隊より出発が数ヶ月遅れた。トムソンのリーダーシップはこの体験も成功させ有効なルートを確立するとともに数多くの重要な生物学的、地質学的、 民族史的観察記録を残したが、途上で試みたキリマンジャロへの日帰り登山には失敗した。東アフリカにおける活動を通して、トムソンはハンターとしての評判も確立した。しかし、キロでトムソンはアフリカ水牛に襲われて負傷し、このためにマラリアとセキリに罹患してしまった。やがて回復したトムソンは、1884年11月の 王立地理学会の会合で自身の経験について語り、翌年には学会から金メダルを授与された。彼の著書スルーマサイラントは1885年1月に刊行されるとベストセラーとなった。この本を真っ先に読んだ読者の一人はまだ無名だったヘンリー・ライダー・ハガードであった。ハガードの想像力はトムソンの探検によって喧嘩され、ほどなくして、 ハガード、ソロモン王の洞窟が書かれた。トムソンはこれに激怒した。トムソンは赤道直下にありながら関節している山々についての最初の信憑性の高い報告をなし、マサイ族の戦士たちを相手に自分の技師を外してみせ、自分は魔法使いだと言って恐れさせた。ソロモン王の洞窟の作中でも登場人物の一人であるグッド海軍大佐が これと全く同じように山に登って雪に出くわし、また葉を外して見せてククアナ族を怯えさせていたのである。トムソンは自分でも小説を書き、ウル・アン・アフリカン・ロマンスとして観光したが、こちらはさっぱり売れなかった。1885年、トムソンはナショナルアフリカ会社に雇われ、ニジェール川一帯に、 ドイツの勢力が及ぶことを妨げる活動についたが、翌年にはイギリスに帰国し、もはやアフリカ大陸には大規模な探検の機会は残されて、いないと幻滅したような講演を行った。イギリスでの生活に満足できなくなっていったトムソンは、新たな探検の機会を求めて奮闘した。モロッコのアトラス山脈への、さほど大きくない規模の探検は、ポーターたちや地元の政治情勢のために、 トラブルが続き、失敗に終わった。1889年には、新進作家だった J.M. バディと共に、中央ヨーロッパを、人がかけて旅行した。イギリス政府が、ザンベジアと称されていた、後のローデシアから、北は、アフリカ大古省に至る地域の領有を主張していた1890年、ケープ植民地首相セシル・ローズは、トムソンを雇い入れ、 ザンベジ川の北側を探検し、直居会社であるイギリス南アフリカ会社の代表者として、先住民の首長たちと条約を結んで、工業権を確保する任務に当たらせた。この任務での遠征中、トムソンは一連の重要な条約を結んだが、天然島がこの地域に蔓延し始めたため、最終的な目的であった、家家王国の無資料の宮廷に滞在していた、アルフレッド・シャープに会い、 シャープを支援して、鉱物資源が豊富なこの地域をザンベジアに編入する条約を結ぶという目論見を果たすことはできなかった。トムソンの役割は、布、火薬、その他の贈り物を持参して、無尻に好印象を与えるというものだった。しかし、これらの贈り物が到着しなかったために、シャープは拒絶され、1年後にウィリアムステアズ大尉が、率いた遠征隊が、トムソンが再び、 カタンガを目指して競合していると思い込んだ状況で、ムシリを殺害し、カタンガをベルギー王レオポルド2世に譲り渡した。トムソンは、ステアズ遠征のことを知らないまま、イギリス政府から現地へ向かわないよう指示されていた。トムソンの健康は、尿路感染症、重血吸中症、ジ人ジメンなどによって蝕まれていた。1892年。 肺炎を患ったトムソンは、回復に適した気候を求めて、イングランド、南アフリカ、イタリア、フランスなどを転々とした。1895年、トムソンは、ロンドンにおいて、37歳で死去した。トムソンにちなんで命名されたものには、以下の例がある。ありがとうございます。